こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、長野県上田市、上田駅のね、近くの千曲川に来てます。これは鉄橋なんですけども、電車が通る鉄橋なんですかね。これこっちが上流になるんですかね。ではね、でね、上田駅がね見えてるんですけども、上田駅の、周辺を歩いていきたいと思います。今日はですね、2022年の5月2日月曜日、時間はですね、午後5時半上田はですね、10年15年ぐらい前に1回来てるんですけども、それ以来です。2回目の、訪問になるんですけども、ここは駅の温泉口っていう方で、反対が名前ね、なんていうんですかね、お城の方の口、なんかそういう感じの、方角ではなくてね、温泉口と、こう反対側にお城があるんで、城跡があるんで、そういう名所になってるみたいです。JR 東日本しなの鉄道、上田電鉄の別所線。さっきの鉄橋はどれになるんですかね。ちょっとこれぐるっと回らないといけないっぽいんで、渡らせていただきましょうかね。大きな東急ホテルがありますね。東急デイホテル。現在地で今別所線ですかね、城跡公園周辺とかって出てるんですけども、南北転落通路、お城口でしたね。反対側はお城口でした。別所線の改札ですね。
桜の名所。まだ咲いてるんですかね、わかんないんですけども。で、こんな感じで駅は結構綺麗ですよね。そして久吉中巨峰の地、もう鎌倉、なんて言うんでしたっけ、大河ドラマ吉中の巨峰とか終わってるんですかね。こっちにも商店街っぽいのがあるんですね。ちょっと歩いてみましょうか。天神商店街という商店街みたいですね。上田天満宮の由緒、明治27年、旧高田藩が歴代所有していた天神様を譲り受け、比較的新しい神社みたいなんですけども、もともとは旧高田藩上越市にあったものを譲り受けた。そして真田十勇士、家計十三像、なんか十勇士なんで10体あるんですかね。
左に行くとこれアリオがあるみたいなんですけども、右に行きたいと思います。前回来た時は上田駅の近くに宿泊したんですけども、どこに宿泊したか全然覚えてなくて、どこでしたっけね。なんか下が絡まってるいい雰囲気のお店がありますね。水雨とかで有名なんですかね。ちょっとね、看板が遠くて今一つ読めないんですけども、上田駅に戻ってきて、このメインストリートをね、歩いていきたいと思います。ちょっとやってみましょうか。
かなかなか重厚ないい建物だったりするんですけど、飴屋さんが入ってますね。この辺の路地に入っていきたいと思います。なんかこっちに古い映画館が
映画館後ですかね、あった気がするので、こっち行きたいと思います。持ち帰り特上4600円、上3600円、並2600円、いい値段しますね。して ストリップ小屋とかもあったんですね。今はもう営業してなさそうですよね。でこっちには飲食店が並んでて、あ、映画館まだやってるんですね。映画上映のラインナップみたいなんですけど、なかなか渋そうな映画をやってそうです。そしてここが、ああ一本ずつ違う映画をやってるんですね。右に曲がって獄門仙ラーメン真田幸村、ここがメインストリートの商店街になるんですかね。ここぐるっと歩いていきたいと思います。雲野町でいいんですかね、雲野町商店街でいいんでしょうか。
ね、反対側に渡ってあのアーケード商店街まだ歩きたいと思います。洋食屋さん、こんな風に絵が描いてたんですが全然気づきませんでした。民間の文化施設サイナス、面白そうな路地があるので入っていきたいと思います。長いですね。こっちは特にないんですけども、こっちはすごいですね。看板がめちゃくちゃせり出してきてますよね。こっちにも何かあるんですかね。ちょっと行ってみましょうか。福保の町、もうどっか抜けれるんですかね。タイルライブラウンジ、抜けれますね。こっち歩いていきましょうか。
沢川大黒橋愛席カラオケ地域でも特になさそうなので右に曲がりましょうか。そしてそろそろ撮影を終えたいと思うんですけども、この辺のこの弁財天を映しながら終わりましょうかね。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。